皆さんこんにちは、ビレジェンド大林です。今回はどういうふうに具体的なこうトレーニングメニュー組んだらいいのかっていうことをですね、まあ一例としてこういう組み方したらいいんじゃないでしょうかというのをご紹介させていただければなと思います。私が想定しているのはジムに1年ぐらい通ってですね、だいぶトレーニングに慣れてきてるぐらいの方を想定してます。継続してジムに通えていて、もっとこう体をね良くしていきたい、筋肉つけていきたい、まあ女性でしたらお腹引き締めて太ももすっきりさせたいとか、ヒップアップしたいとか、そういう方に向けたトレーニングメニューになってます。ぜひね参考にしていただければなと思います。まずですね、どういう風に分割していくかと言いますと、私がおすすめするのは2パターン。まず1つ目は週3回全身のトレーニングをやるというパターンですね。2つ目、プッシュプルの2分割になります。オス系の上半身のトレーニングプラス大腿四頭筋、ももの前側のトレーニングと、ヒク系の上半身のトレーニングプラスハムストリング、お尻のトレーニング、これをですね各2回ずつ週4回のトレーニングを行っていただく、この2パターンですねをおすすめをしています。まあこれも前の動画で説明をしたんですけども、各部位週1回やるよりは2回から3回に分けて高頻度でやっていただいた方が重量を伸ばしやすい、より高重量を扱いやすくてボリュームを稼ぎやすい、ボリュームというのは重量×回数かけるセット数の数値ですね。この数値をちょっとずつ伸ばしていく、重量を上げていくことによって、このボリュームの数値を伸ばしていくことがこう筋肉をつけていくのに一番大事なので、そのためにですね高頻度でトレーニングをしていただいてボリュームを伸ばしていくようなトレーニングメニューの組み方をさせていただいています。そしてですね、メニューを組んでいくときにもう一つ大事な考え方がありまして、どういう種目を選択していくかっていうことなんですけども、できればフリーウェイト、バーベル、またはこうダンベルを使うような種目、その中でも特にコンパウンド種目を中心にメニューを組んでいただければなと思います。コンパウンド種目、どういう種目かと言いますと、一度の動作で2つ以上の関節が動く種目のことです。多関節種目なんてね日本語で言ったりするんですけども、例えばベンチプレスを上げていく動作の中で肩の関節動きます、それと肘の関節も動きます。2つの関節が動くのでコンパウンド種目、多関節種目になります。逆にアームカールなんかは肘しか動かないので単関節種目、アイソレーション種目と言ったりします。もちろんねアームカールみたいなアイソレーション種目、単関節種目もすごい大事なんですけども、それはあくまで補助的に使うものであって、基本はコンパウンド種目なんだよということをしっかり覚えておいてください。ではですね、早速その考えに基づいて私がメニューを組んでみましたので参考にしていただければなと思います。ではまずですね、全身トレーニングの週3回パターン、これもねセット数なんかも前回の動画参考にしていただければなと思うんですけども、まずは1日目のトレーニング、まず第1種目目はベンチプレス3セットいきます。で2種目目にラットプルダウンか、できる方は懸垂、これを3セット、順手でバーを持つパターンでいきましょう。で3種目目はサイドレイズを2セットで、4種目目リバースペックフライ2セット、これマシンがなければダンベルでのリアレイズでもいいです。その次にライイングトライセップスエクステンション、これを3セットで、最後にスクワット3セットですね。この6種目が1日目になります。2日目のトレーニング、1種目目はダンベルベンチプレス、1日目はねバーベルでやったので2種目目はちょっとね変えてダンベルでやっていきます。2種目目ベントオーバーロー3セット3種目目ミリタリープレス3セット、バーベルでのショルダープレスですね、もう3セット、4種目目リアレイズ3セット、5種目目インクラインカール3セット、6種目目レッグプレス3セット、7種目目レッグカール3セット、ちょっとね下半身の種目が増えてます。まあスクワットに比べてレッグプレスの方が負荷がね少なくてちょっと楽なので、その分ですねレッグカール入れて下半身のボリューム増やしてます。3日目、1種目目にチェストプレス3セット、2種目目ラットプルダウンか、できる人は懸垂、これをパラレルグリップ、両手がこう向かい合うような形のグリップで3セット、3種目目ダンベルショルダープレス3セット、4種目目ライイングリアレイズ3セット、5種目目ケーブルを使ったプッシュダウン3セット、6種目目ハンマーカールを
3セット7種目目レッグエクステンション3セット最後にバックエクステンションが3セット3日目は8種目でかなり種目数多いなっていう印象なんですけども種目を見ていただくとですねかなりですね強度は低めなんですね。例えば1種目目のチェストプレスなんかはベンチプレスとかダンベルベンチプレスに比べるとマシンでやるんで体力的にはだいぶ楽なんですね。その他にもですね下半身レッグエクステンションなんかはやっぱりレッグプレススクワットなんかに比べて体力的にはだいぶ楽なので種目数の割に多分ね3日目が一番体力的には楽なんじゃないかなと思います。週3日全身を鍛えるトレーニングメニュー組んでみました。これもですねやっぱり個人の目標とか体の状態に応じてトレーニングメニューって変わっていくものなのでご自身の目標に応じてですねこのメニュー変えていただきながらですね調整をして参考にしていただければなと思います。ではですね2つ目のプッシュプルの2分割で週に4回トレーニングをするパターンのメニューですね。1日目プッシュでオス系のトレーニングと前もものトレーニングの日になります。1種目目にベンチプレスを3セット2種目目にチェストプレスを2セット3種目目ミリタリープレスバーベルでのショルダープレスを3セット4種目目にライングトライセプスエクステンションを3セット5種目目にスクワット3セット1日目は計5種目になります。やっぱり週4回のトレーニングなので1回あたりのねトレーニングの種目数は若干少なくなります。2日目ですね今度はプルでキック系のトレーニングですねとハムストリングお尻のトレーニングの日になります。1種目目がラットプルダウンか懸垂順手でですねやっていただきます。これを3セット2種目目にシーテッドロー、まあ、ケーブルのマシンを使ったシーテッドロー2セット3種目目リアレイズを3セット4種目目インクラインカールを3セット5種目目にレッグカールを3セットこの5種目そして3日目またですねプッシュデーになります。第1種目目にダンベルのベンチプレスを3セット2種目目にダンベルフライを2セット3種目目ダンベルショルダープレスを3セット4種目目にサイドレイズを3セット5種目目にレッグプレスを3セット最後6種目目にレッグエクステンションを3セットそして最後4日目こちらがプルデーの2回目1種目目がベントオーバーロー2種目目にラットプルダウンか懸垂のパラレルグリップですね両手を向かい合わせにしたグリップ2セット3セット目がライングリアレイズ4セット目にハンマーカール3セット5セット目がバックエクステンションこちらを3セットまあ、大体ねこれぐらいのボリュームで最初は様子を見ていただいて毎週重量が伸びるかなというのを見ていただきながらですね重量の伸びが止まってしまったらちょっとボリュームを増やすセット数を増やしていただくような感じでこう様子を見ていくようにしてください。ただしこう止まったからセット数増やす止まったからセット数を増やすどんどんセット数が増えていってマックスのセット数を超えるようなことがないように気をつけてください。セット数増やせば増やすほど筋肉がつくというわけではないので逆にね怪我をしてしまったりとかやりすぎて筋肉むしろつかなくなってしまったりとかそういうことがありますのでご自身の体の状態しっかり見ながらやっていただければなと思います。この動画が参考になった方はグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。